はい、どうもお疲れ様です。まあ私はね、まあ運と実力もしくは技術っていう風になかなか分けられないと思って、こういう風になんか絡み合った一本の縄みたいなもんじゃないかなと思うんですよ。で、ある時は運の要素が大きいし、ある時は自分の力の方が要素が大きいしみたいな感じがこう絡み合ってるのかなと。例えばどんなに運に恵まれた人でもね、自分でその運を表現しなければ気づかれないってところもあると思いますし、どんなにね技術が優れていてもやっぱり運に巡り合わないとたどり着けないような領域ってあると思うんですよね。だから運任せでもいけないし、自分の自己責任任せでもいけないし、運を広げていくための技術もいるし、自分の技術が高まるような運も取り組まないといけないのかなってところですよね。やっぱりね、こう巡り合う出会うっていうのもすごく貴重なもので、何と言いますかね、やっぱり再生数の少ない YouTube に出会うっていうのもすごい運だと思います。なんでもっとね有名な方とか力や実績のある方は出なくて、再生数の少ない私みたいな動画、吉谷さんみたいな動画に興味を持ったのかっていうところに多分強い結びつきがあるんですよね。これはだから人間が選択するようなものではなくって、まさに運を扱ってる人が引き合わせたとも言えるのかなと思います。あとはその引き合わせを自分の技術でどのように使っていくのかっていうところに委ねられてるのかなってことですよね。吉田さんが限りない少ない運で猫ちゃんに出会った時に、もしかしたらねむしゃくしゃしてたら通り過ぎたかもしれないですし、なんか助けてあげたいなって気持ちにさせるような何かね風が送り込まれてきたのかもしれないですね。まあ、もしかしたら吉谷さんは人生の全てを通じて猫ちゃんを救っていきたいみたいな言葉、心がねどっかに内在されていたのかもしれませんしね。まあ私は今ね傷ついた動物を引き取って自分の家で育てるっていうふうには多分ならないと思うんですよ。まあせいぜい保健所に届けてしまうとか、そんなとこじゃないかなと思いますね。だから今同じシチュエーションで吉谷さんのように瀕死の猫に私が出会ったとしたら、その猫は運が悪いと言えるでしょうね。なかなか家に持って帰ってってことは今私の環境では考えられないですね。はい、ということでございました。